イル・ブルーベリー作バレーリー・アーコブレビチ・ブリューソフ1924年10月9日は、ロシアの詩人、作家、劇作家、翻訳家、文学評論家、歴史家、ロシア象徴主義運動の重鎮の一人である、モスクワの商人の家庭に生まれる、両親が養育にほとんど関わらなかったため、孤独のうちに手に転がり落ちた本は何でもむさぼり読んで過ごした。その中に、 チャールズ・ダーウィンやジュール・ベルヌの著作の他に様々な数学書や科学書さえも含まれていた。1885年から1893年にかけてモスクワ市内の2つのギムナジウムで優れた教育を受けている。まだモスクワ大学在学中の1890年代初頭にポール・ベルレーヌやモーリス・メートル・ランク、ステファン・マラルメラ・フランス象徴主義文学並びに エドガー・アーランポーの詩作の翻訳家として文学活動を開始。また、同時代の西欧の象徴主義運動やデカダンスに影響された自作の詩も発表する。当時ロシア象徴主義運動は、机上の理論に過ぎず、注目すべき実践者に恵まれていなかった。したがってブリューソフは、象徴主義が侮りがたい支持者を得た運動であることを示そうとして、 たくさんの筆名を使い分けて試作したものをロシアの象徴主義者たち。シ鹿州と題し、1894年から1895年にかけて3巻に分けて出版した。ブルース・フの縁幕はこう奏し、ロシア文壇における最新の流行として、少なからぬ若手詩人が象徴主義に引きつけられた。1900年にテルティア・ウィギリアを上司したことにより、彼は、 芸術全般の権威として他の象徴主義者たちの数形を集めるようになった。1904年、彼は影響力ある文芸誌、テンビングルの編集者となり、それによってロシア文壇に地方を築いた。ブルーソフの演熟期の諸作品は感能的快楽を賛美したことによって、またお陸から四角誌に至る幅広い誌的形式を見事に駆使したことによっても巧妙である。 1910年代までに、ブルーソフの死は、同時大臣の多くにとって、教ざめしてわざとらしいと感じられるようになった。結果的に、ブルーソフの名声と、ロシア分断における権勢は、次第に弱まっていった。象徴主義を、大敗主義から神秘的アナキズムへと、路線変更しようとするゲオルギー・チュルコフや、ビャチェスラフ・イバーの札の努力に対し、ブルーソフは、強行に反対した。 象徴主義の詩人仲間の多くが、ロシア革命の成立後にソ連を脱出したのに対して、ブルーソフは1924年に多界するまでロシアに止まった。ボリシェビキ政権の支持者として、新政府から文化大臣の地位を与えられた。ブルーソフの最も有名な三文作品は、古代ローマ帝国末期を舞台とした、勝利の祭壇や、16世紀のドイツを舞台とした。 炎の天使の二つである。後者は、セルゲイプロコフィエフの四作目のオペラ、炎の天使の原作となったことで名高く、その内容は、子供の頃に見た、大天使の姿を求めて、秘術の実践や不条な例との交わりを重ねるうちに、清らかな精神を汚された、悪魔月の乙女の物語である。翻訳家としてブリューソフは、ベルギーの詩人、エミール・ベルハーレンの作品を、 ロシアの読者に親しみやすく伝えた最初の人物であり、またポール・ベルレーヌの主要な翻訳家の一人であった。最も長い翻訳は、エドガー・アーランポーや、ロマンド・ラン、モーリス・メーテル・ランク、ビクトル・ユゴー、ジャン・ラシーヌ、アウソニュース、モリエール、バイロン、オスカー・ワイルドである。ゲーテの、ファウストやウェルギリウスの、アーエネースも翻訳している。1910年代には、とりわけ、 アルメニア語の詩の翻訳に興味を寄せていた。ありがとうございます。